こちら方向からね、来ました。まあ、ここはね、宮本町東通りだそうです。現在の宮本駐車場にはかつて軍役所があり、駅前通りと合わせて駅と軍役所を結ぶ重要な通りでした。宮本町通りに面した奥行きのある建物の裏口が並び、地元の方々の生活の場でした。通称、猫通り。ああ。まあ、なるほどね。こういった。もうすぐそこに宮本駐車場があるのかな。いや、これ猫がね、まあ泣いてたんですよ。にゃーお。あ、泣いてますね。入山さんです。かつては駐車場となっている場所まで続いていた三軒長屋で、現在の建物はその2軒分です。平成21年に当時の姿を復元する形で改修されました。2階からは丸太をうまく組んだ小屋組を見ることができます。現在も地域に親しまれる用品店として営業しています。なるほど、桐山さん。お、こんな上手、まあ、このミシンで縫ったんでしょうね。なかなか衣料品っていうのも難しいですよね。構造が複雑だからね。うん、入山さんですね。裏がシルクの足首ウォーマーって、あ、今日は定休日なんですね。こういった、まあ、小屋組っていうのがあるんだね。切手はがきや印紙も販売してますね。こちらの駐車場まであったんですね。はい、宮本町通り、市場や宿場があった街道の一部で上町と中町をつないでいるため横町と呼ばれていたこともあります。諏訪神社の門前通りとして現在も富岡の中心的な通りとなっています。そうですね、この通りはまあ無料のね、駐車場から富岡製糸場に行くときには必ず通りますね。これが宮本町通り製屋さんです。昭和9年創業の、もともとは団子屋さんです。元は新町紡績所近くにあったお店でしたが、先代のご主人の時に富岡に移転されたそうです。その時ご主人は自転車に乗ってやってきました。はじめは借りていた店舗でしたが、工場さんがたくさん来てくれたおかげで2年で建物ごと買うことができたそうです。井戸と井戸がつないだシンプルで懐かしい中華そばを召し上がれ。そうですね、よくねグルメの小冊子にもフリーペーパーにも取り上げられるお店ですね。まあ、こちらにね お団子とかそういったものがですね飾られるわけなんです。今日はね、定休日ということで。はい、伊勢屋さんです。富岡製糸場はね、もうこの道の正面です。通りはね、白町通りっていう通りです。製糸場への入り口。旧富岡製糸場の門前として栄えた白町通り、通りを西に歩いていくと製糸場の入り口が見えてきます。赤レンガの塀と赤い郵便ポスト、その奥に見えるのは赤レンガ倉庫。ああ、製糸場にやってきたんだなと実感します。かつてここに来た人々は皆そう思ったことでしょう。ああ、面白いね。まあ、確かに思いますよね。あー、やってきたんだなーってね。今日はね、南側です。神楽川沿いに、まあ、景色のいいスポットがあるようです。行ってみましょう。白町通り、この道は明治5年富岡製糸場が建設されたことで生まれた道です。江戸時代初期にはこの地区は白というあだで呼ばれた記録があり、
そのため白町通りと呼ばれるようになったと思われます。製糸場建設当時は資材を積んだ第8車がたくさん通りました。まあそうでしょうね。もうすぐそこなんですよ。信州屋さんです。明治元年に信州屋旅館として創業しました。旅館で大人気の和風絹シューマイを平成元年からお土産として発売し、全国から注文があります。シューマイ弁当も人気ですよ。今日はね、定休日です。和風絹シューマイのお店。シューマイ3個1皿で300円だって。面白いね。焼き餅バーガーだって。これも300円。和風パンケーキ。方向からね。ああ、本当だ。世界遺産国宝14文化財史跡。随分肩書きが増えました。あ、こういったね、まあ、そちらがね、南側になりますね。あんな高いブロックで有刺鉄線付き。自販機もこんな感じですね。随分立派な建物がありますね。ポール・ブリナーさんのブリナ館かな、分かんないけど。皆さんこの通りはあまり来ませんよね。どこかにね、眺めのいいスポットがあるらしいです。じゃあそこまで行きましょう。なんかあれですね、ここから先の立ち入りはできないんですね。ああ、そうなんだ。まあちょっとね、向こう側の景色がいいから、まあどうかなと思ったんですけどね。ここはちょっと行けませんでした。このなんか西側から南へ行けるかもしれないね。じゃあちょっと西側へ行きましょう。入荷製糸場がそちらです。ここにはね、前にも紹介したんですけど、まあ昔の写真が、まあ、展示されています。昭和15年、まあ戦前ですね。すごい人数ですよね。すごい。埼玉県や新潟県からもね。糸車。徳もめくりて大御代の富を助くる道開けつつ。糸車。徳もめくりて大御代の富を助くる道開けつつ。こちらもすごい。
診療所とかもあった方向から。まあ北側ですね。これ西側です。あれ今何かあったかなと思ったんだけど、これ西沖繭所、西沖繭所ですね。はい、こちらがね、まあ、西沖繭所。あ、これどら焼き屋さん。面白い。料金箱に入れて1回200円ここに置けるんだね。面白い商売するもんだね。渡っちゃおうか。片倉裏通り。旧富岡製糸場、昭和62年までの製糸場は片倉工業下部富岡工場であり、地元では長く片倉という名で親しまれてきました。西側の通りで片倉西通りとも呼ばれています。ここから見る西繭倉庫は穴場的なスポットとしておすすめです。あ、ここは穴場スポットなんですね。なるほど。あ、皆さんレンガの釣り方どこが分かりやすい。そこ、まあ、小口と長手が交互に来て、まあ、それが上下にまあね、重なってるっていう、そんな感じに なりますね。フランス積みです、まあ、ポール・ブリナさんがフランス人だからね。はい、そこ南側行けるのかね。なんか行けなそうな雰囲気になってるけど、行ってみましょう。西沖繭倉庫、そちらです。こちらがですね、まあ西側の、まあ、南角、小さな展望台。製糸場内の南端に標高1メートルほどの小さなお山が見えますが、これは明治35年、当時皇太子だった大正天皇がお見えになった時、製糸場の南側の素晴らしい山並みをご覧いただくためにと作られたものだそうです。その手前には桜、そして梅、春の訪れを感じられるいい場所です。なるほど。まあ、どこかにあるかなと思ったんですけど、まあ、確かにありますよ。あれですね、わかりますかね。うん、こんもりと高くなってますよね、確かにね。まあ、その上から南側を眺めたんですね。なかなか面白いですよね。はい、それでは今日は富岡製糸場、まあまあ神楽川の方はどのような景色なのか少しね、まあ、こちらの方向を歩ってきたらもう川がすぐそこなんですね。こんな感じでね、まあ、川が流れてるんです。神楽川ですね。流れ的には右から左に流れてるかな。こんなに川向こうはそんな感じですね。これはね、まあ、道祖神餅町ですね。街路総称の日、昭和3年4月3日。だいぶ古いですね。こういった場所もあります。こちらはギャラリーともえさんです。絵手紙団体ともえクラブのギャラリーです。館内はたくさんの絵手紙で彩られ、静かなことも相まってとても落ち着きます。開館時間は10時から13時、月曜日が休館日です。たくさんの絵手紙に触れつつ、ご近所さんとのお話などいかがでしょうか。ああ、絵手紙。おお。こんな
素晴らしい作品ですね。ここはね、休校食堂さんだそうです、はい、面白いね。あ、サインですね。いろんな人がやってくるんだね。下仁田ポークを使ったソースカツ丼800円だそうです。川崎屋食堂さん、昭和20年代の創業以来半世紀以上地域に親しまれている食堂です。現在は2代目で、前の代では割烹料理をしていたそうです。マグロ定食やオムライスが人気ですが、カツ丼やカツライス、煮カツなど肉料理も絶品。1日に3回来る人もいるという味、お試しください。あの1日に3回来る人っていうのは、まあ、どういうね、大変ですよね。まあ、上州富岡駅に、まあ、電車が止まってますね。